ゆずるねい大君は、李氏朝鮮時代の王族男性。第三代国王、大僧の長男で、母は、元慶王公敏氏。高嶺大君や李氏朝鮮第四代国王、清僧の実刑でもある。本名は、李。字は厚博、厚白。1394年、半寸府で誕生する。1402年3月8日、本名の王を与えられ、 同年4月18日に元後に作法される。1404年に王政史に作法された。1407年には金冠郎の娘と婚姻し、正子品を迎えた。しかし、奔放な行動と女性関係で問題を起こし、父、大層の頭を悩ませることとなる。大層は彼に貧困を改めるように再三にわたり、忠告したが貧困を改めることはなかった。 新家達の上訴によりとうとう1417年に、生死を、廃位、譲るネイタイ君に封ぜられた。廃位を反対する者は後期を、はじめごく少数であったという。代わりに、実定の中ネイタイ君が、王生死に封ぜられた。聖宗よりも長生きをし、聖宗の没後は、王族の長老として、数々の陰謀で暗躍する。老いの七大国王。 聖祖の在位中の1462年、ハンスンフで死去。去年67歳。死亡は後王政。なお、大韓民国初代大統領、李正番は、彼の末裔である。ソウルの高司令門の変額。譲るネタイ君の記号である。十男十七女の子女がいる。正室から三男五女、側室から七男十二女を設けた。ありがとうございます。